まして、東京少女監督させていただきました橋本仁平と申します。この度はご覧いただきありがとうございました。この映画の特徴で しましては、3つ自分の中でテーマを設けてまして、1つが時間で、1つが、少女で、1つが東京、この3つをテーマに作らせていただきました。特に時間というものに自分は一番こだわっておりまして、今回のモノローグ、すごい速さのモノローグ、あと、すごいテンポのカット数は、そういった時間の流れというものを映像で表現するにはどうしたらいいかって自分なりに考えた結果、常に変わるものを映像として届けることによって時間というものを表現できないかと思って、このような形で表現させていただきました。こういった表現が成功したかどうかわからないですけど、自分としてはとても気に入っております。この度はご覧いただきありがとうございました。橋本仁平でした。